は、日本のですね、トライアスロン仲間のコバさんと一緒に。おはようございます。今日珍しく7時です。珍しい、とっても珍しい。昨日は正直正午にコバさんに起こしてもらいました。ありがとうございます。7時、到着しました。はい。さん、ありがとう。珍しいです。ガスってますね。海と向こうの島々が見えて、で、あ、これが一番目ですね。いやー、何にもない。で、本来こっちにはこの豪邸からいろんなものが見えるんですよ。いやー、気持ちいいですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、香港っぽい感じしたんですけど、もうあとこういうふうに立てた方がいいのかな。はい、続けと。はい、本日の一本、パロマピカソヴィンテージです。この真ん中のスプリングがなかなか面白いです。今日は一応ディスカバリーベイを見に行きます。1年経って香港どうにかしないといけないですからね。ディスカバリーベイですね、これ。うわー、ここ超いいじゃんね。すごくいいっす。セントラルまで20分。ここも、ああここはさすがにいいや。ちょっともう完成されちゃってるんで、多分高いんだろうな家賃は。しかしいい街だなこれ。なんだよここ。なんなんだこれ、全然喋れてないじゃん。香港の必要があるのかっていうところはすごくありますけど、すごくいいところ。もしかしてディスカバリーベイ、これ中車が入れないからこの車で移動するのかな。あのカート、やっぱりみんなあのカートで移動してる。この街、やっぱりあのゴルフカートみたいなのでしか動けないですね。すごく迷うな。こちらですね、9000。十分だな。今のところより広くなる。ここをカフェにしたとして、その中を、ここをメガネ、メガネ。料理屋さんということです。確かにこの辺りにしては洒落てる。先、あ、6ヶ月先まで予約が取れない店。あ、そうです、この3階。しかも本気で看板がない店。こういうご飯を作られるってこと、すごい。これで6階先まで。つまりレジデンスのクラブハウスっていうことです。すごいですね。これ住んでる施設です。でもレジデンスの中のスパということですね。すごい。ここも、ビーチでかな。今日はマンワン島とディスカバリーベイ行ってきましたけど、あんなに隠居するようなとこはちょっとダメかもしれないな。